皆さんこんにちは令和5年度管理業務主任者試験本試験回答速報を始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いします ははいでは、えー、2023年、ここが出た、えー、官業本試験回答速報ということで、えー、私、亀田はですね、えー、科目としては主に会計設備について担当させていただきますが、えー、その中で、ねえーまあ、今年どのようななったかというところを中心に、ねえー、お話しさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 はいそれでは、えーまあ、これ、えー、本日2023年、令和の5年の12月3日ですね、私も、えー、先ほどまで、えー、会場で受験して、えー、そして、えーまあ、レック編本社に帰ってきて、えー、回答をあ、まあ、上げてで、今収録撮っているところなんですが、実際に、えーまあ、私、今年もマンション管理士、管理業務主任者と会場に行って受験したあ上での、お 今年どうなるかっていうことなんですけれども、えー、正直非常に難しいですねその難しいというのはどれぐらいの点数になるかっていうところなんですね。というのはですね、えー、まあもちろん50問を受ける中で、えー、まあ今回順番に解いていったんですけれども前半の25問目ぐらい終わった時ですね、えー、民法とかそれからまあ管理実務設備なんか終わった時にに これ下手すると40点近く下手すると乗ってしまう可能性もあるような後半次第ではなとは思って。 たんですがそこからなんかギアがいきなり変わってきて特に区分所有法と、えー、規約の混在する今回は問いの26番からですかね、えー、ここからいきなり個数の問題がほとんどというぐらいになってきてそして中身も結構細かいことを聞いてるので、えー、かなりもう全然前半と後半でもう難易度が違ってきてで適正化法も5問のうちの、えー、と3問が個数でもう1問も 組み合わせっていう名の、えー、まあちょっと個数に近いような問題だったので点数は後半はまあ、えー、なかなか伸びなかったかなっていうのが感想です。でもう一つが、えー、これも、えー、後で検証してみると個数の問題が15問これ勝、えー、ってこんな多い年はなかったですね。えー、それからあの組み合わせの問題でも実質3足あって、えー 不適切なものを全て選びなさいとかっていう形の問題になってくると実質個数と同じだったのでその手の組み合わせが 2問ぐらいあったので、えー、個数の15問とプラスアルファ2ぐらいがもう全足、えー、分からなきゃ解けないっていうことなんで、まあ、確かに内容的にはそれほど難しくはなかったんだけれども正確性が問われるっていうことで、えー、点数はえ皆さんそれほど伸びなかったんじゃないでしょうかね。っていうところが勝負になったかと思います。 えー、15問の個数があるからさすがに30点台の後半っていうのは合格基準としてはいかといって前半やはりよく見てみるとこれ勉強してたらほとんど取れるだろうというのがあって。 たのででえー、っとそうですね、えー、なかなか言いにくいところですけれども30点台の真ん中辺ねやや下かっていうところがあるので、えー、それぐらいじゃないでしょうかねっていうのが、まあ、私の感想ですが、えー、ただ一切の,その、えー、皆さんの回答とかが集まってない状況の、まあ、最初の私の、ねえー、感想ですので、えーまあ、これぐらいになるかな。 という感じのところでご了承はいえっ、ー、と出題される、えー、中身ねで私が取り上げる問題はそれほど多くないので全体も踏まえてみますと特徴的だったのが、えー、昨年も実を言うとそれおととしまで出てた問いの1番から6番定番になってた民法が去年5問になって今年は4問になった。 というところちょっと、えー、意図はよく分かりませんけれども、ねえー、減りましたんで、えーっとまあ、民法じゃないんですけれども借地借家法、まあ、賃貸借も踏まえて例年後半で一問出てくるところが出てこなかったこれ去年もそうだったんですけどね、えー、でどうなるかっていうのはちょっと分かりませんけれどもその辺がちょっと特徴的でした。で私の担当する範囲だと何といっても、えーまあ、建築設備というカテゴリーに入るかどうかは置いといて。 長期終電計画のガイドラインですねで、3年4年前からいきなり出題数が増えてきて例年3問 いう感じでしたが、今年もやはり4問、それから関連する修繕積立て金のガイドラインで1問なので、まあ、合わせて5問なのでね、えー、これ先ほど民法4問よりも多いのでこの辺は今後の対策としてはやっぱりね、えー、見ていかなきゃいけないところでしたかね、えー、というところです。はい、それから会計に関しては、まあ、例によって、えー、まあここ3年出ている計算書類の見方ただこの計算書類の見方、えー、まあ言って悪いんですけど言葉はあれですけどね えー、アホみたいな簡単な問題だったっていうことも踏まえて会計は仕分けも踏まえて3問ありましたがそこは1問たりとも落とせないっていう傾向はね、えー、変わっておりませんっていうところでしたかね、えー、でした。はい、で、えー、担当するその会計、えー、具体的には問いの11番からですね ずっと引き続きの問いの25番までが、えー、いわゆる建築設備というところでしたが、 順番にいきますとまずはほとんど触れることはないんですけれども触れる内容じゃないんですけれども問いの11番12番13番といわゆる会計の処理の問題ですね、まあ、処理というか知識というかね実践的な問題が、まあ、例によって3問ですね。でこのところ定番として定着している計算書類の穴埋めでいわゆる勘定科目とそれから金額を入れていくという問題が問いの11番でした。 ただ今回は前2年に比べてもかなり優しくて単純な計算とあとはこの貸借対象表ですけれども資産の部と負債の部管理組合でですね貸借対象表の中でまあこの試験で問われる範囲で入ってくるっていうのは本当限定的ですのでまだ貸借対象表すら見たこともないっていうのはもう試験対策とはしてはなってませんのでねえまあこれもちろん今年受かっていることが前提ですけれどもえもしダメだった場合もこのね計算処理 この対借対象分野には何がえこのね感情科目として入っていくかというところは見た方がいいと思いますね。はい、えー、でした。はい。まあ四択ですしね、えー、迷うところはなかったかとは思いましたね。ちょっと簡単すぎて裏があるんじゃないかなというふうにまあ思いましたね。はい。えー、で十二番と十三番が例によって仕分けですね。これもえっと何の引っ掛けもないから逆に怖くなったんですが問いの十二番の方がまあいわゆるか 管理費や終電積立金ですけれども、えー、3月の仕訳で、まあ、月次の処理ってあるので毎月毎月の処理ってあるので、えー、2月分、えー、4月分は管理費や終電積立金にならないとねもうこれ何回取材されてるかわからないところがもう今年もそれだけ何のひねりもなく出てきましたっていうのが問いの12ですねおそらく正解率自体も、まあ、アンケートくださってる範囲だと。 90以上なってくるんじゃないでしょうかね、えー、問いの13番これ駐車場の問題ですが定期的に出てきますかねあの資金を、えー、これ預かり金と変えるだけ、えー、まあ、そこだけでしたので、えー、これも非常に優しかったと思いますであのさすがにですね、えー、近年は、えー、仕分け全くわかりませんので、えー、やらずに行っていいですかねっていう人がほとんどいなくなりましたねまあ、そうでしょうね、えー、今年のレベルだとおそらく仕分け2問とも もう落とすともうその時点で試験終わってしまうというような簡単な問題だ,だったのでね、えー、これもし、えー、今年あんまり手応えなくて来年考えてるっていう方で仕分けどうしようかな、えー、どうしようかの問題じゃないですねもう絶対やらなきゃいけないところなんでねそれは肝ちは命じておいてくださいでした。はい、から、えー、設備関連の問題が、えー、引き続きの問いの14番から。 数は少なかったですね問いの20番までですから合計で6問なんですかね7問かな失礼しましたっていうところです。でその7問のうちの12問はあったんだけれども残ってるのは過去問しっかり過去問で取れてた問題が3問ぐらいかな4問ぐらいまあ例によって半分でしょうね。もう一つが過去問やっら常識的な感覚で ような問題これも3問ほどありましたしっていうところでねですから比較的過去問さえしっかり取っとけばその7問のうち落として1問か2問かなっていう気はしましたね。ただししちょっととこれれ特徴として挙げるんですけれども 長期収電計画のガイドラインが4問プラス収電積立金のガイドラインが1問出ているということはもう明らかに世の中の流れですね、えー、それはまあこれはあの勉強外でも聞いたことはあるかと思いますがね、えー、マンションの中でえ決して少なくはないのは今ある収電積立金長期収電計画立つ場合には足りませんというところですねどうしていくかっていうところはこれから先ねで今現在ですら足りてないのに人件費やそれから材料なんかが高騰していく頃 未来にかけたらもう全然足りないという状況をこれ回避していかなきゃいけないっていうのが国の大きな命題としてあるのでやっぱり現場にいる管理業務主任者その辺はやっぱりよく理解して。 と,オッケーよというので終電積み立金期もね、えー、それから長期終電計画もガイドラインもねしっかりまあ合わせて5問ということで出てきたと思います。でそれに合わせて建築設備のいわゆる劣化診断ね、えー、そういうのもまあやっぱり触れてくるかと思います。先にちょっと触れときますと、えー、管理業務主任者の試験ではあんまり出なかったんですけれどもあの劣化診断ですね問いの16番になるんですが。 鉄筋コンンンクリートのののマンションの劣化等の調査方法ですねこれよくあるマンション管理士においてはもう毎年のように出てくるんですけれどもその辺がまあえ流用されて今年え管理業務主任者でもズバリ出てきましたっていうところでしたかね、えー、これは先ほど言ったえ長期修繕計画のガイドラインそれから修繕積立て金のガイドラインこれと同様にね世の中のやっぱり、えー 修電積立金が足りないという状況を踏まえるとこのね、えー、劣化診断なんかがやっぱりね、えー、管理業務主任者でも求められるっていうところはやっぱりね傾向としてあると思いますねでなかなか勉強がしづらいところですけれどもある意味ですね、えー、マンション管理士で 同じマンションの資格ですからねマンンション管理士で問われていた、まあ、劣化診断などの問題はこの先、まあ、全てじゃないんだけれども多く流用されて管理業務主任者でもね、えー、取材されることがやっぱり予想されますのでその辺はね今後の事件対策としては見た方がいいかなと思いました。はい、内容は、えーまあ、マンンション管理士の レベルからするとものすごく簡単でしたがねちょっと戸惑ったかとは思いましたね。はい、ではいで少し戻ってその、えー 建築設備のの問問題ですが問の14番、えー、これは例によって、えー、建築基準法ですねで、えー、これも10年以上前かもしれませんけれどもかつて同じように1条の目的、えー、これ穴埋め形式で取材されたっていうことなのでちょっとデジャブ感があったような形でねちょっと古めの過去問とかをやってる人にとっては、えー、何の問題もなかったかなとは思いました。えー、それとと建築基準法は何と言っても 最低のラインが決められてますと、えー、そこ下回ってしまうとこれ違反ですよっていう最低ライン決めてるということともう一つは、えー、目的はやはり人間の体、えー、ですね、えー、生命身体、えー、そして第三面ということを考えておけば、まあ、これも,、えー過去もえー、古い過去問やってなかったとしても、ね、必然的に答え出てくるかとは思いましたね。はい、問いの15番、えー、消防法なんですが これもちょっと怖いぐらいでしたが、えー、防火管理者の問題ですね。で消防法も 防火管理者の問題が出てきたらこれはもうおいしいと言わざるを得ませんけれどもね、えー、選任すると防火管理者自体じゃなくてね、えー、確か管理権限者が、えー、そして、えー、知事じゃなくてちゃんとね、えー、ちゃんと理解してるね、えー、消防署長とか消防署へ、えー、これは届け出っていうことで2か所誤りがあったのですぐ回答ができたかなと思いますね。ははいいここのの辺は過去問ズバリっていうところもありましたででねで 17とそれからですね問題数でいうと19ですかね先ほどが触れ、ま、あ17触れましたので、えー、ですから失礼18番、えー、劣化のところで触れましたので17と19ですがこれは、えー、過去問だけだと苦しいかと思いますがここが過去問やってればやや常識感覚で解けるだろうというところね。問いの17番で、えー、パッと見図が でえー、わけのわからないね r=2、えー、分の1とか3分の1ってこれなんか重力を計算するさせるような問題のように見えて何のことはありませんもう単純知識でありますということとあとはやや感覚ですね、えー、壁などからなんかく落してきた時にどれぐらいの範囲で広がるかっていうことでその高さの3分の1とか4分の1とか5分の1にとどまるわけがないでしょうっていうことね、えー、放物線描いて落ちてきますから当然ながら 壁の高さの半分ぐらいのところまで行く可能性があるよなっていうので想像していただければわかるっていうところね、えー、でこれ去年もえなんか計算式なんかあの数学科とか物理学者でないと解けないような問題のように見えるんですかね、えー、去年も確か平方根とか立方根とか出てきてましたが何のことはありません、えー、まあ通常の建物のまあ寿命とかを考えると他の部分からね点数取れるっていうのもありましたし今回もこのえいわゆる壁などの えー、壁面タイルの剥落によるその危険性ですけれどもまあやや常識感覚でね、えー、解けたかなという気はしましたですねはいそれから問いの十九これは、えー、例によって言葉の常識ですね、えー、過去もやっているとこの、えー、パターンが多いですっていうのが広いとか狭いとかってあるのが入れ替わってるとかね大小の入れ替えとかそれから 日本語としてて合わんだろうってやつね、えー、これ今回まさしくその後の方の日本語としてつ褄つま合わんやろってやつですね、えー、問いの19番はガス設備と換気設備を合わせて聞いてるんですがよく聞いてくださいね、えー、密閉燃焼式のガス器具のここからですね強制旧排気方式強制旧排気方式 強制して吸気も排気も強制吸排気方式って書いてありますね、えー、吸気と排気どっちに機械使うと思いますかね強制吸排気いやどっちかじゃなくてどっちもやろううんその通りですね、えー、で、えー、書いてあるのが自然換気力によって排気する、うん、そんなことないんです強制ですからね っていうのでどう考えても言葉の辻褄が合わないだろうっていうことでもう1個誤り探せたら以上終わりっていうような問題ねただここはやっぱり過去問をやって流れを読み取るやっぱり訓練をしとかないとなかなか見つけられないっていうのがありましたのでまあこういうのが僕も何回もしつこく言ってるんですが管理業務主任者ま10問の出題があると、えー せ性で過去問詰まりっていうのは三問から四問半分いきません。ただもう一つ過去問やってると言葉とかあの常識感覚でえ自信はないまでも取れていくっていう問題ね。これ結構大切なのでね。まあですからもう過去問えこれ。 やっぱりね、えー、サボらずにしなきゃいけないところでしたねはいから問いの二十番これも過去問ズバリでしたが、えー、いわゆる緊急時のあの照度ですね非常目、えー、の照明装置の照度なんですが、えー、今回正解足になっている led ランプの場合は一じゃなくて二でしたねあの led ランプはこれ普段あの熱くならないのでまあ どうしても火災時などに暑くなるとこれ照度自体がそれほど、ねえー、まあ上がらないということがありますので通常の照明よりも明るくしなきゃいけないというところ、ね、あの蛍光灯とか LED ランプこれも何度も、ね、過去問を取材されたところなのでこれを落としていたら過去問やっていないとしか、ね、言わざないところですね。はい、問いの21番、えー、失礼しましまた、えー、ここから、えー、と具体的に 長期終電計画、ねえー、ガイイドラインとといいうことになってます、はい、ですからまあやっぱり建築設備はあー非常に簡単でしたっていうところはありましたね。はい、からその長期修電計画まあこれカテゴリーとしてね、えー、建築設備に入れる入れないは置いといてこの長期修電計画ガイドラインだけで4問ね。 それから修繕積み立て金のガイドラインで、えー、1問で合計で5問取材されております。で内容としては難しくはないんですけれども多少細かいところね、えー、聞くこともあります。そして何といっても個数が多かったので戸惑ったところはあったかなと思いましたね。はい、で、えー、いくつかポイントを挙げときますと例えばそうですね。 22番なんですけれども、えーまあ、こちらは非常に優しかったでしょうかね。えー、で過去でも取材あると買ったと思いますがね終電積立金、えー、これ基金方式にしようが一時金にしようがね、えー、終電積立金ですから当然ながら終電積立金会計とね、えー、同じ区分でやるということね、えー、して管理する区分して管理するとちょっとおかしいですよねっていうので一 発回答できるところもありましたあそれからそうですね、えー、問いの24番なんかも、まあ、ズバリで過去問通りでしたっていうところもありました。やや解きにくかったのが問いの21番ですかね。 えこれ個数の問題でもあったので、えー、なかなかちょっとね、えー、解きにくいところがありましたのでこれは落としてもいいかなとは思いつつ他は問いの23番もこれ組み合わせでしたが比較的簡単でしたのでね、えー、こういうのもやっぱり取らなきゃいけないところでしょうね。はい問いの25番、えー、これが修繕積立金の方のガイドライン。えーまあ ここちららはもうう優しししくてしょうがなないいぐらいな、えー、ところでした、えーまあ、正解だけで言うと、まあ、この終年積み立て金の積み立て方式はいくつかありますが、えーまあ、2つに分けると均等に積み立てる方式と段階で増額していく方法ね、えー、その中で均等の方は、えーまあ、初期から高めに設定でそんでこそ変わらないっていうことなんですよね。えー、で段階の場合は 初期はやさ安くて、まあ、当然初期となると分譲して、えー、を受けて、まあ、代金払っていろいろお金が入りようですからそれから購入時点では収入も上がってないということも踏まえてまあ,あの理想ではありませんけれども世の中では多く採用されている段階の増額方式ですね当然ながら、えー、増額が決まっていたとしてもね、えー、10年先にどれぐらいにしようと決めたとしても、えー、今昨今の材料費とか 人件費とかそれから思わぬ劣化なんかでその通り行くわけがありません、えー、で増額が決まっているからといって終電積み立て金が 不足しないなんて、えー、こんなわけがありませんからね、えー、することはないというのは当然誤りということとなりますやや常識感覚でも解けたところでしたが、えー、合計でこのね、えー、終電積み立て機のガイドラインも踏まえて5問ねそのうちからやっぱり1問2問しか落とせなかったかなというところでしたねでそう考えると前半まあ、えー まあここでは解説しませんがねあの民法なんかも比較的簡単でしたので、まあ、そこを考えると前半いかにミスなくね、やっていたかっていうのが勝負になったところでしょうかね。はい、から、えー まあ合格基準がどれぐらいかっていうところで、えー、微妙なラインの方は本当にお少しお待ちください、えー、としか言えませんけれども30後半あ,あればね、えー、これはなんとかいけるんじゃないかなっていうところはあ,ありましたで残念ながらそこには到底っていうことでまあ、えー、これはいいことなんですね、えー、今回手応えとしてあまりなかったので来年見てる方はやっぱり傾向としてはですね、えー 区分所有法それから規約この辺は、えー、やっぱり今まで以上に難しいところを聞いていたりそれから、えー、基本知識だっても今年のように、えー、個数の問題ね正確性が問われる問題なのでどちらかというとこの先やっぱり区分所有法規約、えー、こちらがやっぱりね大きく勝負を分けるかと思いましたね。はい、で一つ一つの内容には触れませんけれども、えーまあ、難問、えー、優しい問題これ繰り返されてるんですけれども やっぱりミスなく読むっていうところね、えー、こういったところはやっぱり中心かなという気はしましたですね。はい、はいえー、まあ50問の中でね、えー、まあこれはね、えー、やっぱり難易度いろいろありますけれどもやっぱりえなんだかんだと言いつつも、えー、例年と。 それほど大きく下がるっていうことはないかと思います個数が15問であったんですけれどもね、えー、まあかといって30点台の後半いくようなこともないでしょうからその辺の方はね、えー、ちょっとお待ちください。それから毎年、えー、どうしても出てくる、えーまあ、予備校ごとによって回答が違うとかっていうのでひょっとしたらえー、っと いろんな予備校がまあ、レックも踏まえてね、えー、回答速報で私も、えー、この後ちょっと、えー、自分のブログでも出しておきますけれども、えー、若干異なってくるのは、えー、どうしてもこれ言葉の取りようと思っておいてくださいですねで、えー、ですで明らかに誤ってるっていう問題じゃなくて こうともこうとも言葉の読み用で取れるっていうような問題ねで今回の管理業務主任者、えー、これ昨年もそうでしたが比較的そういうあの質問の仕方自体が曖昧なっていうところがあんまりなかったのでその辺はね、えー、あんまり回答としては分かれてないかと思いますでもう済んだことというよりもね今回と関係ないなところなんですがこれが先週のあのマンション管理士の方は そういう言葉の聞き方だったらまどっちとも取れるだろうっていうの、しかも個数でやめんかいっていうような問題がやっぱりいくつか見出されたんですが、管理業務主任者の方はね、えー、まああのまあ多少は、えー、読み取りは、えー、うんというところ。 あるもののまあ回答としては出せるっていうところまであったのでまあその点に関しては、えー、ここ数年の中で一番、えー、やっぱりあのこの管理業務主任者の試験はね、えー、改正されてるというかあの、えー、きっちりとなってきているのでその辺はね、えー、この神経使うところじゃなくなったのでそこは楽だと思いますただし先ほど言ったよう、ね、やはり法律系特に区分所有法と規約ね、えー、この辺が今後はの勝負を分けていくかとは思いましたはい、えー、以上がまあ本日実際に 受験してみてのそれから感想とそして多少具体的に建築設備の問題についての解説をさせていただきました。はい、以上にて終了します。まああのそうですね、年明けの発表までまあ待ってくださいといしか言えませんけれどもね。まあ今できる反省があればね、やはり今のうちにっていうところですね。その後まあマンション管理士試験へね向かう方もいらっしゃるでしょうし、やっぱり。 えー、本日の試験のね、えー、検証は、えー、やっぱり、えー、早いうちにやったおいた方がいいかなと思いました。はいでは、えー、以上にて終了します。お疲れ様でした